はい、こんにちは、速稼塾の久保です。2020年はね、本当にとんでもない年になったと思います。多くの方にとってみては、本当にこの1年ね、絶望にも満ちたような気持ちで送っている、日々を送っている方もいるんじゃないかなと思います。思えば2019年のクリスマス、そして2020年のお正月、こんな1年になると思わずにね、もしかしたら希望とかね、それから夢に向かって、この1年頑張るぞと思った方もいるかもしれません。でもまあね、こんなことになってしまいました。で、その中でね、私も尾道にちょっと知り合いがいましてね、その尾道の知り合いのお店がですね、ちょっとしたことでもないんですけども、皆さんもご存知のような、アクシデントと言いますか、出来事でですね、閉店を余儀なくされたということで、この度、クラウドファウンディングに切り替えたそうなんですよ。で、クラウドファンディングをして、ネット通販で再起をかけていきたいということなんで、私も当然これね、協力させてもらいたいと思いますので、今からですね、そちらの方のサイトに、どんなことが書かれているのか一緒に見ていこうかと思うんですよね。画面切り替えます。はい、このような形でございます。ご存知の方もいると思いますけども、余市餃子ですよね。これ4月1日にオープンしたから、余市餃子41っていうことだと聞いてますけども、ちょっと画面広げましょうか。クラウドファウンディングが93人の方が参加してらっしゃって、すでに100万以上お金が集まってます。目標金額が300万ですね。うん、ネット通販で300万、しっかりとした計画立ててると思います。私もね、ここの常連とは言わないんですけども、広島市内にいる時から、今福山に移った時からね、もうここにたびたび寄らせてもらったんでね、本当にここの餃子が失われるのは、私としても非常に悔しいんで、協力したいなと思うんですよ。こういうふうな自己紹介書かれてますよね。うん、娘さんがね、まだちっちゃくてね、よちよちよらきと言いますか、本当にちっちゃい頃から、寄らせてもらって、このね、前の店っていうのがこういう形なんですよ。この頃から私、ご一緒させていただいたりとか、あとね、この、余市餃子の店主さんね、こう名前出てるかな。ちょっと名前はちょっと差し控えておきましょうか。その方が、私のね、麻雀店とかにも来てくれたりとかして、本当に縁深い方でね、高校の後輩でもあるんで、よくね、先輩っていうふうに、語りかけてくださった、顔が忘れられないですね。うん、で、当然ですけど、私これ、特典とかなんとか関係なく、最高プランで、ちょっとね、援助したいと思います。出張餃子焼き方教室が、6名まで餃子食べ放題。2021年4月にお届け予定。0人が応援してますってことなんで、ここの残り2枚のところに、ちょっとこれエントリーしたいと思います。あ、ソールドアウトが出てるもん。すごい。これ、登録しないといけないんだ。Facebook で登録するでいいんだよね。はい、Facebook で登録します。これでいかがでしょうか。うん。あ、登録済みなんだ。すいません。じゃあ、10万円の方ね。焼き方教室、これを応援したいと思います。クレジットカードで次へということで、個人情報をね、打っていこうかと思います。ちょっとここで個人情報を打つパターンに入りましたので、切らせていただいて、カードの方をね、ちょっとこれから出しますんでね、クレジットカード、このカードでね、打たせていただきます。いや、本当嬉しいですね。こういうふうな、呼びかけを、していただいて、それに私がね、答えられるってのは、私の店はこんなコロナとかなくても潰れましたんでね、本当に頑張ってほしいなと思ってます。カード番号がこれで入力できたかな？はい。326。はい、OK ですね。セキュリティコード OK ですね。じゃあ、このカードを登録する。はい、次へ行きます。カードの名義が不正です。お前いい加減してくれよ、もう。なんで名義が不正やねんと。なんかね、素直にいかないですね。こういうのってのはね。はい。カード名義人がアルファベットじゃないといけないのかな？これでどうですかね？うん。これでいいと思うんですけどね。はい。あ、大丈夫ですね。じゃあ、再開しますよ。はい。動画再開。はい。こちらの方でプロジェクト名がネット通販で再起をかけます。応援額がこれいくら？ 10 万円か。うん。10万円でも100万円でも。うん。リターン名。出張餃子焼き方教室特典。あなたの家に出向き餃子の焼き方をお伝えします。6人まで餃子食べ放題。いや、嬉しいですね。わかりました。じゃあ、うちに来ていただきましょう。来年ね、クレジットカード、カード番号とかね、書いてますね。よし。それじゃあ、応援します。こちらに回答まとめてご案内。頑張って。超
応援しています。よし、この世で応援するぞ。はい、応援コメント負けないよ、頑張ります。はい、じゃあね、おいしい餃子よろしくお願いしますということで投稿しますよ。はい、これでいいでしょう。コレクターが102名になりまして、私以外にも何人かの方がね、この瞬間エントリーしてくださったんですよね。120万になりました。このプロジェクト応援、よーしよーし、売り切れたんじゃないの。残り1枚になりましたよ。うん、残り1枚になった。うん、でいろんな方がコメント書いてくださってますね。はい、よし、隠居 TV 久保哲郎ね、ここにいますよ。はい、はい、ということで、きちんとね、入金もされたと思いますし、もう頑張ってください、洋一餃子さん。もう、これからもね、洋一餃子さんの餃子が食べれると思ったら、もう、こんなね、もう応援できて嬉しいことはないと思います。はい、ありがとうございます。それではね、今回は、速稼塾の久保がお送りしました。隠居 TV、イエーイ。では、行ってきます。